現金以外も使えるのかって感じなんですけども、まだまだですね、現金のところが多いですね。で、日本もですね、結構現金主義な国なんですよね、先進国の割には。で、ただまあ、さすがにカードも、タクシーでもカードは使えるようになったんですけど、フィリピンはまだまだ現金ですね。で、逆に中国なんかだと現金で払おうとして嫌がられたことあったんですけども、やっぱりですね、フィリピンは現金なので、その辺は、グラブタクシーとかを使われるといいと思うんですよね。アプリタクシーですね、配車アプリの。まあ、これだったらカードを登録しておいて、お金のやり取りもなくできますし、そもそも安全ですよね。ドライバーの顔がちゃんと分かっていて、彼らも評価とかを気にしてちゃんとやってくれるってことがあるので、基本的にはグラブタクシー、まあ、ウーバーが東南アジアはあんまりないんですけども、グラブタクシーっていうのが普通に大体使えますので、まあ、ブルネイとか使えなくにあるんですけど、フィリピンもちろん使えますので、これはぜひ登録しておいていただきたいと思います。あとですね、チップが必要なのか、フィリピンチップ